宇野康成の毎日が有給休暇。本日の格言はこちら、決断とは退路を断つこと。どういう意味ですか？もう後戻りしない。そうね、後戻りしない。何かね、まあ人間決めるじゃないですか。決めた後迷うやついるのね。いやそれね、決断したんじゃないんだから。結局決断ってことはもう、ね、退路を断つ。決断の断っていうのは断つっていうんでしょ。断つってことなんだから、もう迷いをなくし退路を断ちね、もうこれでやるんだって思わないと。何か決めておいてそれでまた迷う、迷うってことはね、行動しなくなっちゃうのよ。経営者の仕事って意思決定でありね、決断の連続なの。だから迷うってことはね、ほんとダメね。あの行動力を落とすから、実行力を落とす。だから経営者とは決断であり退路を断ちね、もうとにかく実行する。でもうまくいかないものは修正してまた実行すればいいんで、逃げちゃダメね。ここがポイント。どん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 社長が忙しくなり、社長の時間が限界に来た時に、まあ売り上げが、成長がストップしてしまう。自分が今までやってたトップセールスの仕事を部下に任せて、自分のやってることを標準化させて、仕組み化し人に下に下ろしていくって仕事が必要なんですね。中小企業だから忙しい。忙しくしているから、中小企業のままになってるんですね。今年の成果ではなく、未来の成長にこだわる。どっちに経営者はこだわる？成長にこだわれば、短期的な痛みっていうのは受け入れられるんです。